23番、山本壮太さん、中京大学。ハイレベルな全日本の重圧を跳ね返して過去最高の2位からフリーを迎えます山本壮太です。初めての表彰台へ、自己ベストを超えるそんな演技が求められます。これぞ山本壮太、そんな自らが選んだプログラムとともに。回転トーループ、トリプルトーループ。4回転トーループ。3本決めましたね。トリプルアクセル、シングルオイラー、トリプルサルコの3連続、アクセルも降りた、ガッツポーズも出た。バタフライからのフライングキャメルスピン、ポジション回転速度も良かったです。悩みや葛藤を描く前半から曲が高まっていきます。あふれ出す中盤へ、勝負のジャンプ、トリプルアクセル、再び拳を握った。これをシークエンス、イナバーワとイーグルで見せれる選手です。トリプルフリップ、ダブルアクセルのジャンプシークエンス、最後トリプルルッツ、これも決めた。足換えシットスピン、ポジションチェンジエッジ、ステップシークエンス、足換えコンビネーションスピン、シットポジションからキャメルのポジション、過去の自分を超えた史上最高の山本壮太です。
その演技を最終滑走ショートトップ宇野も見つめました。悔しい思いが多かったこの全日本です。初めての表彰台へ山本草太の魂を見ました。そして本田さん、なんという凄まじい大会でしょうか、はい、こちらが上位3人の選手たち、はいはい、演技が終わった時点で100点、106点を超えていたんですけれども、はい、レビューもない状態ですので、ほぼテクニカルはここで確定ですね。そこにプログラムコンポーネンツがどれだけ入ってくるか、はい、4回転3本冒頭のサルコーです。出来栄えプラス 3.05、軸も細く回転も降りた後のブレもなかったですね。綺麗に決まってます。冒頭から4回転が3本続く構成でした。どうしてもこの全日本うまくいかないこともあった、悔しい思いも多かった、振り返った山本草太です。ここ一番で来ましたね。何度もガッツポーズを見せました、はい、流れの美しさ、重厚なスケート、そして執念。これをシークエンスでイナバーワやイーグルでしっかりと音を表現できる選手ですね。音楽と体が一つになるような山本草太のスケーティング、良さが前面に出ているプログラム。この山本草太の大怪我から復活がありました。不屈の男、這い上がってきました。ありがとうございました。山本の得点が出て2位までが表彰台確定です。山本さんの得点 192.42 点を超えた 192.42。 そして山本草太この時点で2位、第2位です。表彰台をついに10回目の全日本にしてついに確定させました。ありがとうございました。